ちは、ノエビアグリーン財団の後藤です。プロセーラー海洋冒険家白石浩二郎さんプロデュース海の教室、今回は第2回ウェブ授業として世界一過酷なヨットレースを完走された白石浩二郎さんにお話を伺いたいと思います、はい、白石さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとうございます。いや本当ありがとうございます。皆さんに応援いただいて本当ありがとう。帰ってきました。皆さん、うん、今回のレースでは、うん、クジラに見つかったりとか、うん、海賊に襲われたりとか、うん、何かこう危険な目に遭わなかったですか？うん、いやもう大変な出来事になりました。何やらいろいろあったようです、うん、白石さんそのお話よろしく聞かせてください。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、でルールはねたった一人、シングルハンドですね、はい、それでフランスを出て地球を一周してまたフランスまで帰るという単独無寄港無補給世界一周ヨットレースです。こんな過酷なレースで、うんうん、今回はどんなことが起こったんでしょうか？うん、はい、はい、今回はねもうスタートしてすぐにセールですね、セールが真っ二つに消えてしまってもう瀕死の状態で、瀕死、はい、で普通はもうメインセールを真っ二つに切ったらもうリタイアです。予備のセールは積んでないのでね、で補給を受けられないのでこの船の中の道具を使って直すしかないんですよ。でそれが世界一周持ったっていうのは非常に奇跡ですね。さすが白石さんですね、うん、まあタフじゃないとやってらんないね。でも、うん、結果蓋を開けてみたら、うん、33ページ16位、うん、そうです、素晴らしい成績でした。セーラーとしてヨットマンとしては素晴らしかったと思う。要するに最後まで諦めないで自力で船を直して、まあ当初の目的であるフィニッシュを果たし、まあ、16番というのはあのセールではできすぎですね。もうゴールを考えちゃうともう気が遠くなって、うん、はい、なんかこう精神的に辛い、うん、私だったらもう辛くなっちゃうなと思うんですけど、うん、日々毎日どういう気持ちで過ごされてたんですか？あの状態でね世界一周できると思ってる人誰もいないんですよ。まあ表彰式行ったらみんながこうしろお前あれでよく帰ってきたなとみんな主催者もセールメーカーもまあ無理だと全員諦めてたんです。でまずセール上げようだよね、直そうで走れた、あ走れた走れた、次はね赤道越えてみようか、ケープタウン行ってみよう、オーストラリアまで行ってみようかと、でオーストラリアもダメだったら日本引き返そう。遠くのイメージできない時っていうのは一歩一歩ね、だからまあみんなも人生の中でさもう将来こう分からないとかね、そういう時ね足元、足元、まず足元を照らすのね、それが今回の大切なことドラマだったね。ゴールを確信した瞬間っていつだったんですか？うん、10分前10分前10分前もうじゃあ最後の最後までもう分からない。あなた漁船がゴール多いんですよ。僕の間に 一隻も船がなくなったのは10分前だった。だから本当10分前まではもう何が起こるか分かんなかったね。すごい、もう壮絶なヨットレースだったってことが伝わりました、うん、はい、たくさんの感動をありがとうございました。いや、ありがとうございました。おかげさまで、はい、白石さん、うん、この壮絶なヨットレース、うん、はい、90日間、はい、どんな風に生活されてたんですか？はいはい、まあ操縦とか生活とかナビゲーションとかあるのでやっぱりちょっと実際ものを見てもらって、説明しますので、じゃあまず実際ちょっと船ご案内しますので。白石さん、これは何ですか？これはねセーリングコンピューターですね。まあ簡単に言うとすごいカーナビ、カーナビ、はい、でこれで僕は気象を分析するんです。これが日本ですね。で自分の位置がどこにいるのか、でどうやって走っていいのかということを、これがバンデグローブのこうリミット、南極のリミットですね。でこれで、まあ、計算させたり、でこういう風に走れば一番速いですよというのを出してくれたりします。航路、そうです。特徴的なのはヨットって傾くでしょ、はい、でここだこう斜めになっちゃうので、これね動くんですよ。でもやってみますか、うん、おー、回った、はい、
で実際にこうやって風下風上にいて、でここでまあナビゲーションして、でここでこうやって寝ると。寝るのもそこ？ベッドないんですか？ですないです。ベッドなし？ベッドもトイレもないです。うわ過酷。でここで、まあ、まあ画面見ながらこうやってもう1時間寝てないかな。そもそも白石さんがヨットなんで始めたんですか？ヨットはね、世界一周した人に弟子入りしたんですね。弟子入り。はい。着々昭和ですから。どうやって弟子入り？電話帳調べて食べました。電話帳？はい。ただゆうこって電話帳で調べたら、なんと電話番号載ってるんだよ。載っていた。そこで電話かけて、で本人出られて、僕はどうせも世界一周したいから弟子にしてくれっていうのが聞かれる。まずはとりあえずやってみるっていうことが。そう。この地球っていうのはさ、まず思い、やってみようというのとね、もう一個必要なのよ。何でしょう？行動。行動。思いと行動がなければ実現化しないんだよ。だからこっちの行動にもちょっと頑張ってる。一歩踏み出してみるっていうことが大切です。はい。はい、今回僕はですね、バンデグローブレース中に環境調査をしてきました。何をやってるかというと、今とても問題になってる海洋プラスチックですね。せっかく世界一周するので、どれぐらいね、今世界中に海洋プラスチックがね流れ着いてるんだろうというね、サンプル調査をしてきました。この地球6カ所ですね、北大西洋から南太平洋、それ南平洋、全て調査してきました。国の独立行政法人ですね、ジャムステックさんに、分析をお願いしました。実はどうやらね、世界中に海洋プラスチックがもう流れ着いているという調査結果が出ました。これをどうやって解決していくかをみんなで考えていきましょう。でこれ僕はね、急いだ方がいいと思います。今、海洋プラスチックっていうのはね、前回の、YouTube でご紹介しました通り無味無臭なんですね。匂いもなければ味もないので、意外とあんまりこう一言のように捉えてしまう。で流れてね、目の前から行ってしまうので、でもその海洋プラスチックっていうのは経年なくなることはないです。どっかに流れ着いてやがて、ね、もう満杯になってしまいますので、もう今からこれをどうやって回収するかをね、みんなで考えていってくれたらなと思います。今後ともね、海洋プラスチック問題ね、よろしくお願いいたします。はい、白石さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。そうしましたら、はい、白石さん今後のご予定を教えていただけますか？はい、はい、なんとこの老体に夢中ってもう一周してこいと。もう一周、はい、ということで、はい、2024年僕がもう一回スキッパーとなって、今度は8位以内を目指せと。そうだね、はい、だからもう一回もう僕も鍛え直して、でこの船をもっともっといいものにして、もう今度はね、もう何のドラマもなく帰ってきた。いや私はドラマを期待してますから。あれ白石さんもう帰ってきたのっていう。じゃあもうすでに白石さん冒険が始まってるっていうことですね。そうだからね、もうみんなも楽しんでほしいんだよね。次どんなドラマを待ってるか、それが分からないから面白いのよ。そうだから、まあ本当にね、僕は8位以内を目指して全力を尽くしたいと思ってますので、応援しています。はい、皆さん応援してくださいね。今日は一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた、はい。